ここしばらく家に帰ってないらしいのよ。ラムのところで遊んでるかと思ったのに。うちもこの頃全然会ってないっちゃ。弁天を見つけたら連絡するように言ってちょうだい。預かってるものがあるって。分かったっちゃ。弁天がいない。ここしばらく家に帰っていないらしいの。ラムのところで遊んでるのかと思ったのに。うちもこの頃全然会ってないっちゃ。弁天を見つけたらすぐ連絡するように言ってちょうだい。預かってるものがあるって。分かったっちゃ。おゆきちゃん。おっす。弁天？勝手に風呂借りたぜ。もうここんとこ忙しくてよ。風呂入る暇もないくらいでよ。大変だのなんのって。うちにも帰らないで何してたっちゃ？鎖？いつも引っ掛けているあの鎖？おっす。勝手に上がり込んで風呂借りたぜ。弁天、もうここんとこ忙しくてよ。風呂に入る暇もなくて参っちゃうぜ。うちにも帰らないで何してたっちゃ。おゆきちゃんも心配してたっちゃよ。ちょっと探し物があってな。探し物って何なくしたっちゃ。これ。ん？わかんねえのかよ。あ、鎖。死体もろとも鎖はなくなってたんだ。要するに盗まれたっちゃ。誰が何のために。くそ、あれがないとあたい。あの鎖、そんなに大切なものなのけ。それよりおゆき、なんだよ預かってるものって。そうそう、ビデオメールなの。誰からだ。それがね、差出人不明なのよ。なんだそりゃ。セットしてあるけど見る。ああ。死んでたやつだ。え、仏の神社、七色のシュガー、毒蛇のペッパー、わしら惑星中学校のスケバン3人組じゃ。わしら歴代のスケバンの中でも強い方なんじゃがの。今一つパッとせんのはどうしてじゃろう。うん、それは仙台グループが強すぎたせいじゃなかろうか。なんですって。失礼な。どうして私がスケバンなの。うちだってひどい誤解だっちゃん。なんだよ。やっぱりこういう友達を持つとそういう目で見られてしまうのね。だっちゃね。なに抜かしやがる。ケンカ、うちも行く。怪我したって知らねえぞ。これ取り上げちゃったの。いけないわ、そんなことしては。だったら食うなよな。おい、さんざあたいに付き合ったりたかったりしといてよ。お前ら二人が言えた立場かよ。誰じゃ。先輩に喧嘩売ろうなんて言い出したのは。わしら殺される。取り乱すな。まだ完全に負けと決まったわけではない。コンピューターを信じるんじゃ。このソルト1号をいつ見てもコンピューターとは思えんの。貴様ら、舐めた真似しやがって。どうなるか分かってんだろうな。こりゃ驚いた。三人揃ってお出ましとはの。待ちかねたぞ先輩。ねえ、スペースベクトルアホって本当にここなの。間違いないっちゃ。何をごちゃごちゃ言うとるんじゃ。行くぜ。あたいの鎖。待たせたっちゃね。舐めた真似しやがって。ふん、三人揃ってお出ましとはの。待ちかねたぞ先輩。次これかな。他はこれはどう。こんなのどかな場所でどうやって決闘しようったぜ。スペースベクトルアホって本当にここなのか。間違いないわい。なんで地球の喫茶店で。消えた？テレポーテーション？鎖が一人でに動いてる。サイコキネシスを使いやがるのか。となるとちょっと手強いぜ。弁天様！てめえいつの間に何し
勝利に導くスペースベクトルアホに隠されたスーパーファクター。驚くのはこれからだぜ。何？なんだっけ？テレポーテーション。サイコキネシス使いやがるとは。こいつはずっとうんと手が。デンジャーパンス。死んでる。しっかりせえ、ジンジャー。ジンジャー、ジンジャー、パス。ジンジャー、ジンジャー。死んでる。え、死んだ。この鎖がいけないんじゃ。何もかもこの鎖が、こんな鎖、こんな鎖だく。シュガーパス。まいったけ、仏の神社必殺死んだふり。逃げろペッパー。離せこの崖。離すものか。少しくらい乳がでかいからといってリバルだよ。バケロ、恥ずかしいこと言うな。構えたっけ。毒蛇のペッパー必殺ザッピー。不用心じゃの先輩。勝手口が開いておったそうだっちゃ。先輩、決闘仲間にして逃げ出しおって。実はその鎖は偽物なのじゃ。この本物を返してほしくば。勝負せい。サーボイ先輩、勝手口が開いておったそうだっちゃ。おいしい。そっか、お茶がうまいか。よかったな、ウユキ。いやー、よかったよかった。弁天、ごまかしたってダメだっちゃよ。どうしてかかってこんのか。わしらが恐ろしいんじゃろ。ついに負けを認めるんじゃな。どうじゃ、これでよく